札幌から東へ300キロ、白糠町が面する太平洋で夜明けとともに漁が始まりました。上がってきたのはホッキ貝。全国的にはボイルされた輸入品が一般的。衛生面やコストの問題から北海道以外ではめったに生のホッキ貝は食べられません。甘みが強いですよね。北海道のホッキは全然違いますね。やっぱり生で食べてもらったのが一番だと思いますよ。ところが3月下旬、ホッキ貝の刺身が白糠町のふるさと納税の返礼品に加わったのです。それを可能にしたのが去年9月にできた加工場。生のホッキ貝を切り分けて運んでいく先は何やら機械の中。こちらが瞬間冷凍機です。こちらを使用することで生の美味しさが届けられます。風を使って通常よりも短い時間で温度を下げるため風味を損なわずに冷凍できるといいます。これを実現するためおよそ1億円で加工場を作ったのがイミューという会社。自治体が行うふるさと納税の実務や分析をサポートするのが本業です。一昨年からここ白糠町と共同で返礼品の開発も手掛けるようになりました。地域でブランドを残していくっていうことがすごく重要視してたんですね。自分たちで生産しなきゃいけないという思いがあったので、イミューは去年、地元で漁獲量が増えてきたブリを極寒ブリのブランドで提供したところ、1ヶ月で2000食が出るヒットに。しかし白糠町はもともとイクラやサーモンなどの海産物のほか、鹿肉や焼酎など豊富な返礼品が人気で、ふるさと納税の寄付金額が4年連続で全国4位です。順風満帆のようですが、なぜ今ブランド開発を？一度おいしいねって言っていただければ必ず直接こちらに注文いただける、ものだというよりもそうしなければならないと。ふるさと納税制度はルールがたびたび微修正され、今後も今の形のまま続くとは言い切れません。その中で白糠町とイミューの取り組みは、ただ制度に依存して税収を増やすというわけではなく、産業育成や産品のブランド力向上につなげ、未来に種をまく手段として活用している点が特徴的です。ふるさと納税制度は2019年には寄付額に対する返礼割合の上限が変更となり、去年は熟成肉などで原材料を地場産品のみとなるなどルール変更が繰り返されています。白糠町はこの制度に依存するのではなく、制度で稼げるうちにブランドを育て、全国に物を売れる町への脱皮を図っているのです。そのためには消えかけたブランドを守る取り組みも欠かせません。去年イミューは後継者不足によって一度廃業を決めた水産会社の事業を承継しました。もっとファンは増えていくんじゃないかと。去年のシシャモ形がそこそこだったので、本シシャモの加工製造を60年ほど続けてきた大森水産。手振り塩という伝統製法で味付けされたシシャモは身が締まって美味しいと全国にファンがいました。嬉しかったですよ。みんなお客さんもやっぱり喜んでくれて、自分の持ってるものはイミューさんがやるって言ったら全て教えるつもりで。食のブランドをこうインターネットか通販で立ち上げるのってすごく難しいんですよね。地域の応援みたいなところも含めて商品訴求できるので、重要なところなのかなと。納税でスタートダッシュを決めつつ、ちゃんと顧客を獲得して、ブランドをいっぱい作っていくと。